麗だったと後になって思った。無視してたわけじゃなく生きるのに忙しくて、振り返った時に君の存在を知って、見た目でわかるその性格にどんどん惹かれて、やっと理想の彼女と分かる。白をしたて調子がいいやつと君は呆れちゃうだろう。